ディーボとは、ブガッティオトモビルが2019年から全世界40台限定で製造しているハイパーカーである。ディーボという社名はかつてブガッティに乗り活躍したレーシングドライバーのアルベルト・ディーボから取られている。シロンの派生モデルとして2018年8月24日に発表された。シロンと比較して、よりサーキット走行に仕向けたモデルとなっている。販売価格は500万ユーロ。 全世界で40台の限定販売だが、発表当日のうちに完売している。エンジン形式は、シロンと同じ8リッター W16-4 ターボエンジンで、スペックも最高出力1500馬力、最大トルク 163.2kgm と、変わりないが、各部で軽量化が図られており、車重は、シロンより 34kg、軽い 1961kg となっている。 軽量化のため、センターコンソールとドアトリムの収納も省略されている。デザインは、ブガッティビジョングランツーリスも同様、ブガッティタイプ57タンクにインスピレーションを受けたものとなっている。シロンとも似通ったスタイリングだが、より強力なダウンホースを得るための改良が施されている。サスペンションのセッティングも異なっており、シロンに比べて、ネガティブキャンバー角を大きくし、 スプリングレートも硬くなっている。おおむねシロンと変わりないが、ダウンホースの増加により、ハンドリングが向上している。南イタリアのナルドにあるテストコースでは、シロンのラップタイムを8秒短縮した。ありがとうございます。